ロックディスタウンは日本の競争は主な勝ち倉は2017年の札幌2歳ステークス。オルフェーブルの初年度3区の一頭である。場名は母なからの連想で、1980年代のアメリカのバンドストレイキャッツのヒット曲、ロックディスタウンから、半姉にタガノエリザベート、キャットコイン、ワンブレスアウェイがいる。8月6日、新潟の新馬線に、 クリストフルメール機場で出走。道中4.5番手追走から直線で外に、持ち出すと最後は末、足を伸ばし、2着のタイムフライヤーに3、4馬審査をつけ、単勝1.9倍の一番人気に答えデビュー戦を、飾った。9月2日の札幌2歳ステークスでは、道中中段を追走し、4コーナーで外に出すと直線で鋭く伸びて先頭に、立つと、ファストアプローチを、 首差を抑えて、重傷発生派を飾るとともに、オルフェーブル3区の重傷発生派となった。12月10日の阪神ジュベナイルフィリーズでも一番人気に支持されたが、ラスト200メートルで失速し急着に敗れた。ルメールは、3ヶ月ぶりの実戦と関西への長距離輸送を範囲に挙げた。2月1日付で、二宮義高厩舎から藤沢和夫厩舎に、手むまやした。 3月17日のフラワーカップでは、父オルフェーブルの主戦を務めた、池添健一との新コンビで臨んだ。デビューから4戦連続で一番人気に、支持されるも、道中折り合いを書き、見せ場も作れないまま再開の13着に敗れた。5月6日の NHK マイルカップではパドックを、集会中に急に立ち上がり背中から転倒する、アクシデントがあり、 レースには出走したものの一頭だけ大きく離された最下位に終わった。3月10日の東風ステークスで実戦復帰したが14着と3戦連続の最下位で敗れた。5月2日付で競争馬登録を抹消し現役を引退することになった。引退後は白追ファームにて繁殖品馬となる。以下の内容は netkeiba.com の 情報に基づく。母の判定に全ノロブロイがいる。ありがとうございます。